写真拡大。日本高野連は4日、大阪市内で第92回選抜高校野球大会19日開幕甲子園の運営委員会と臨時理事会を開き、新型コロナウイルスの感染拡大の現状を踏まえた上で無観客での開催を準備すると発表した。今後状況の変化を見極めながら11日に臨時運営委員会を開催し判断を下す。この日の運営委員会と臨時理事会で決定したことは以下の5点。1、現時点では出場校に対して無観客試合での実施に向けて準備を要請しつつ、開催の可否については11日午後3時に臨時運営委員会を実施して判断する。臨時運営委員会後も情勢の推移を見ながら開催の可否を鋭意判断していく。2、大会行事の中止・変更。監督会議、キャプテントーク、甲子園練習、開会式リハーサル、開会式は中止。抽選会は代理抽選に。3、15日まで出場校に練習試合、遠征合宿の自粛を要請。4、主催者は無観客試合の実施に対して、さまざまな事態を想定して、出場校の安全、健康を最優先に考え、宿舎生活、輸送、球場内など対策を講じていく。NPB と J リーグが主催する新型コロナウイルス対策連絡会議へ出席する。5、2月28日から行っている前売り入場券は販売を中止。すでに購入された入場券については払い戻しに応じる。